れ様、にゃんにゃんにゃんね、にゃんにゃんにゃんですね。可愛かったですね。22歳でにゃんにゃんの猫耳がついて、で鼻かんにマントみたいなね、マントなんていうんですか、ケープ、なんていうんですかケープ。ねえ、すごく可愛くて似合ってました。これ少し配信見れました。ファンレターまだだね。あ、今日もプレゼント結構いただけたんですよ。はい、でまだちょっとチェックは達成だけ入れてないんですけれども、手紙も入ってたので、はい、あるかもです。後で見させていただきますね。ありがとうございます。めちゃめちゃ疲れてないですか？え、疲れてる感じがしますか？今でもすごく楽しくて、はい、今日はね自分のポジションだったんですけど、でもやっぱもっともっとなんか自分のポジションこそもっとこう研究して、なんかね、パフォーマンスもうまく表現していきたいなっていう風に思いましたね。アーカイブも、あ、ありがとうございます。キミちゃんがよく私のツインテール、高めのツインテールとかがすごい好きって言ってくれるので、今日は珍しくツインの、しかもなんかめっちゃ巻いてもらって、巻き巻きツインでした。アーカイブぜひ見てください。途中から見てたよ。あー、仕事終わりにですか、嬉しい。配信合間合間で見てました。お疲れ様。あー、仕事合間にかな、嬉しいですね、忙しいのに。すごい、いよいよクヤンの番だね。いやー、本当に13日に私の生誕祭ですけれども、いや緊張してますね。本当に北川よしのし、今日もお疲れさんです。見えてました、名前今日も呼んでくれてありがとうございました。嬉しかったです。楽しみですか？緊張しております。やっぽー、こんばんは。にわに、この後もアーカイブさん見ますね。あー、ぜひ見てにゃん、お願いします。こんばんは。どうでしょうか、どこの星かな。カルタレビフライ食べてのほうのものでした。あー、今日いいですね。私は鮭の弁当でした。焼き鮭美味しかったです。だから4月メンバー発表されてましたね。早いね、思いました。早いですよね。誕生日ですか、わー、お祝いさせていただきたいよ。あ、あと今日はあの4時抽選販売ね、あの現地東海撮影会、東証え握手会、ロングトーク会の抽選販売がね、が今日締め切られたんですけれども、今回の、 あの販売も申し込んでくださって皆さんありがとうございます。嬉しいです。抽選なので、そう、皆さん当選されてますようにって願っております。ありがとうございます。トラコイの書き留め欲しい。あ、ファンクラブそうなんですよね。 SS は公演で書き初めそうできなかったので、そう、別あの違う仕事の時にやらせていただいて、髪がいつも以上にキラキラ、メイクしてるからかな。今日でもゆずりんが貸してくれたあのキラキラのグリッターを借りて、そうなんです。なんか配信だと分かんないんですけど、本当はもっとキラキラしてます。また自己紹介 MC で何を話すつもりだったの。あー、今日のですよね。そう、なんか内容変えちゃったんですけど、あの前回の公演の時ですかね、初めてキミちゃんがいつもヨコニャンさんって呼んでくれてるんですけど、裏でですね、裏であの吉野って
言ってくれて、まあね、あの先輩だからなかなかないんですけど、でもちゃんとキミちゃんもこうなんてその場にあのちゃんとなんて言うんですか、あの対応して判断してね、ちゃんと言う時には横にあさんって言ってくれますし、そう裏では初めてよしのって言ってくれたのが嬉しくてっていう話をしてしようかなと思ってたんです、実は。はい、そうなんです。そういった日は暖かな日みたいだね。あ、本当ですか。わー、よかったです。このままね、崩れないでほしいですね、天気が。雪とかね、降りそうだから。そういった際でエクスプロージョンやるよね。え、めっちゃやりたいですよ。めっちゃやりたいけど、やらせてくれるかどうかっていう感じですね。めっちゃやりたいんですけど、明日休み。うん、いいですね。夕飯は鮭弁でした。まず一緒だ。おお、同じ胃袋ですね。無事横に注文分当たりました。あ、そうだ、すぐ当選結果出るんだ。そうだ。あ、よかったです。ありがとうございます。決済も、速やかめでしたよね。忘れず、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当に嬉しい。スピーチ絶対泣いちゃうと、ハンカチ準備しておきます。うん、ハードル上がりますね。まあでも自分の気持ちをお伝えさせてもらえいただける貴重な場なので、はい、スピーチも緊張しちゃいますが、いつも楽しんでその場を楽しめるように頑張ります。書き書き作業は、いや、終わらない、終わらないです。そうなんです。締め切りがもう近くてですね、そうなんです。で結構そう、今回もやっぱ喜んでいただきたいの裏表でこったりいろいろ書かせていただいてるので、聞く時間がかかってしておりまして、今日はでも明日はお仕事休みなんですよ。だから今日はちょっと頑張って徹夜レベルで書かなきゃ間に合わなそうって感じです。だから頑張ります。やり抽選決済したよー。あー、決済も、いやー嬉しい、ありがとうございます。当選じゃんしていただけてたのかな、嬉しい、ありがとうございますね。またまたしていただきたいんですね。じゃあ今まで紹介してたの使った、わら、いや今日は違います。ポーランド嬢さんのすごくいいです。それも練習生当たりました。決済もし、あー、ありがとうございます。嬉しい、先輩やぞ。そうなんです。でもあのちゃんとね、あの使い分けて、そうちゃんと分かった上で使ってくれますので、抱きしめちゃいけないわ。あ、入ってたき、ね、歌わせていただいたことありますよね。了解です。シャッてやるとドキッとしてキュンってした。はい、嬉しい、嬉しいな。ドキ、え、お、え、どんな感じだったかな。公演中だったんですよ。着替えてる時で、着替え場所近いんですけど、いつもえ、おーってなって、ドキッとドキッっていう感じじゃなかったですかね。おーみたいな。嬉しいってなりました。遅刻した、今日も夜勤頑張ります。あ、
品ですね。あ、大変だけど応援してます。ファイト。私もカキカキ頑張ります。この後一緒に頑張る子ですね。キノコ屋見に行ってました。うん、言ってくださってましたよね。ありがとうございます。嬉しい。ツインテールは良かったですか？あ、ヤシノって呼んでくださった。読んだだけ絵文字かわいい。ありがとうございます。いや、そうですね、ファンの皆さんにヨコニャンって呼んでいただくことが基本多いので、ダメでもヨシノって呼んでくださる方がいらっしゃるんですけど、ヨシノ指輪をめっちゃおードキッてしちゃいます。言い慣れてないので。生徒さんもお祝いに行きますね。あー、よろしくお願いします。頑張ります。もう緊張しています。わさめちに決済しとこう。あ、お願いします。ありがとうございます。嬉しい。先生行けなくてごめん。コロナ禍で応援するから許してね。あ、応援電波よろしくお願いします。お願いしますね。いや、でも間に合わないかもしれないんですよ。昨日ももっと行かなきゃだったんですけど、今日は今日公演があったので、さすがに寝ないとやばいじゃないですか。昨日寝たので、ちょっとでも今日はちょっとあのだいぶ進めて、あ、これなら間に合ってたら寝ますね。4時販売申し込んだ分無事ゲットできました。嬉しい。ありがとうございます。楽しみですね。分かっててもちょっとイラッとするでしょ。何がですか、そのよしの呼びですか。え、なんかでもね、そのなんだろう、後輩がこうね、入りたての後輩ちゃんがこういきなりよしのとか言われると、うんってなりますけど。でもね、そう、ずっと一緒に頑張ってやっていきたい。こう、きみちゃんもこうね、こうちゃんとこう普段は敬語使ってそういうのをね、できる子だっていうのを分かってこう言ってくれてるので、いやっていうか嬉しいなって思います。で、ちゃんと使い分けてくれるのね、大事な時は。はい。沖縄に行かれるんですか。お仕事ですか。お仕事ですか。応援してます。気をつけてください。酔ってたら吉野がまさぎ出てくるようになってました。それはいいことですね。嬉しい。じゃあ、要は絶対に一番最初に押しのがこれからも出てくるようにお願いします。その家もよくにゃんって。そうなんですよ。そうです。でも、ね、とかちゃんとこう反省会の時とかはめっちゃ敬語なんですよ。はい、ちゃんとしたまでは。貸し借りされたら嬉しい。 ありがとうございます。嬉しいです。見てくれかった。あー、よかったです。ちょっと巻きがなんだろう、こうウェーブが強すぎたかなと思ったんですけど、よかったかな。あ、会社に届くんですか。みんなで楽しみに待ってます。おー、発売、あ、あれだ、フラゲの日ですね。おー、ありがとうございます。そっか、フラゲに届くのか。キタちゃん、キタちゃんはないですね。キタちゃん呼びはない、言われたことないです。だから新鮮だけど嬉しいですね。よ
吉野って呼ぶね。あ、吉野、はい、楽しみにしてます。北川市、北川市もないですね。独自の呼び方で、楽しみにしております。あ、時間がやばいか。吉野ちゃん呼びでもいいかな。お願いします。私も照れたらごめんなさい。ね、大事ですね。あ、待て、あの1634日連続もありがとうございます。ヨコニャンが、あ、嬉しい。私ね、呼び捨てできないんですよね、なかなか。してみたいんですけど。これお疲れ様でした。あ、今夜もありがとうございます。待て、あのお誕生日ね、楽しいいただいて、もう時間がやばいですかね。全部、来てくれるんですか。嬉しい、待ってます。あ、今日の公演も立ち見でね、見えてましたよ。ありがとうございました。アイノちゃんはちょっと違うかな。ワクマのツーショット、一緒に撮れるんですね。ありがとうございます。ポーズ何がいいですかね。サイン会ありがとう。あ、見てくれたんですね。ありがとうございます。嬉しい。カキカキ、この後頑張って心込めて書かせていただきます。この後も呼び捨てファンタジー、あ、可愛い曲だ。了解です。北川さん、あ、そういうのあるんですね。あ、お見させていただきますね。2月誕生日の皆さんに向けて見たいと思います。見てくださってるかな、どうだろう。いきます、よかったら皆さんもお願いしますね。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデイリア、2月お誕生日の皆さん、ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとうございます。おめでとう、素敵な一年になりますように。ギリギリでごめんね、ごめんなさい。めっちゃ滑り込みです。素敵な一日になりますように。あ、皆さんも一緒に応援ありがとうございます。いいですね、あと2分、いやー2分、いやー、もう時間が、あれとあれでしよう。発動いきます。ちょっと飛び切り笑顔、そうですね、笑顔でよくにゃー、ビーム、わーからの君に決めた、君に決めたからのにゃんにゃん20、私はもう23歳ですが、にゃんにゃん、きみちゃんおめでとう。にゃんにゃん、にゃんにゃんポーズ。からの、せちはこ。からの、おやすみやこにゃん。夢でも会えますように。なんか、片手だとあれですね。会えますように。ゆっくり休んでくださいね、皆さん。これもありがとうございました。やったらライブ配信も見てください。そしてカキカキを頑張ってきます。頑張ってね、愛情コメントこの後も書かせていただくので、届くの楽しみにしていてください。頑張って書いてきますね。おやすみなさい、またね。あ、梅村さんもちょっと遅くてごめんなさい、後であげさせていただきます。テータさんも頑張りますね。そして、あ、しっかり寝てね。
明日の配信もお待ちしてます。おやすみちゃむ、またね。あ、意外と時間あるやつかな。でも時間わかんなくて。